ここ痛いのでちょっと緩めの方がいいかもしれない。これで覚えちゃダメですよ。筋肉の角度を見つけて、そこでグランドラインをすると、効かせポイントが分かるよということです。効きすぎです。はい、バッチリです。わ、素晴らしい。後ろは筋肉ぐらい、何やっても大丈夫です。はい、じゃあますか。あ、おー、はい、効いてます。敵に足りないですね。いや、効きそうですね。おー、強いですよ。ちょっとうまく説明に刺まってしまったで、母子球と小子球を意識していただきたいな。この母子球、そして小子球、ポン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 じゃなくて、しっかりとこういやらしさをこう意識してください。とにかくねちっこくです。でも激しさとこうねちっこさの中にも優しさをこう。